どうも、ゆきです。すごいでしょ、これ。あ、オーディオインターフェイスっていうの買ったんで、その機能の一個です、これ。ね、もうなんかね、何に使うの、これみたいな。まあ、歌歌うときとかいいのかもしれないね。歌歌うときとか、いいかもしれないね。じゃあ、これなんだ、これなんか好きになりそうだな。はい。でね、オーディオインターフェースっていうのを買ったので、ちょっとね、試し撮りしてます。で、マイクの調整とか全くできてないんですけど、とりあえずね、この、休むな八分音符ちゃんっていうゲームを遊んでいきたいと思います。これね、声で操作するんで、もうほんとそれだけです。だから、マイク変えたんでね、マイクは変えてない。オーディオインターフェース。マイクの音を出す機械を変えたんで、うってつけかなと思ってやっていきたいと思います。それではスタート。え？お、動くね。動こう。ちょ、カラスが鳴いてる外で。ちょっと待って。え？ぷっ、ぷっ、ぷーぷっ。ちょっと待って、ジャンプしちゃうんだけど。ちょっと待って。すごいね。ちっちゃく話しかけると、ゆっくり歩くなるし。ぷーちょ、おー、生き残った。ちょっと待って、ここ難しくねえか？チーン！なんか来た。なんか敵？チーン！チーンってなんだよ、。ちょっと待って。ちょっとこれリバーブ使って。反応しないよ、リバーブ。リバーブ反応しないわ。プーンって。プーンって有名な人も言ってるからね。そのプーンじゃないから。私のプーンは、プンプンかプーンのプーンの方だから。どうなんだろう、これマイク。おーいー、普通に喋ってく。まあ、この前ね、暑い中、っていうね、すごい、うるさかったと思うんですけど、夏にはチーチーンじゃないわ。チーンじゃないわ。これいいのこれ。結構そこそこいい機械買ったんだけど、この使い方でいいの。まあ、いや、ちょ、もう一回行こう。歩きます。私。あなたがどんなに、待って、ジャンプしちゃった。あなたがどんなに私のことを嫌いになろうとも、私は必ずこの人生を歩いていきたいと思います。すげえうるせえと思う、今の絶対うるせえと思うな。ちょっと、いい感じじゃない。結構良くない、今のね。なかなかいいと思うよ。八分音符ちゃん、プン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 、プンちゃん、夜中の2時だから。夜中の2時、2時です、3時になったら汗だくです。今私はかなり汗だくです。この世界で一番汗だくです。上から降ってきた。なんか、ちょっと、何このゲーム。すっごい汗だくだわ、これ。マイクのね、音量、ちょっと待って、リバーブで言ってみる。はい。さあ、みんなでね、楽しく、これからは、動画でもね、やりながら、新しい動画も上げていきますよ！うるせえ。うるせえ。マイクうるせえから絶対うるせえわ、これ。怒られちゃう。ペペ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 ペ難しい、これ。マジむずいから。
みんなやってみて、これマジむずいから。ちょっとステージ1だけクリアしたいな。みーぶーぴょ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 おじゃ、何言ってんだ、風がパスが、パスが、あ、まだまだ、あ、待て待て、落ちる、まだ落ちはついてない。この動画で落ちる、ぷん。8分、ぷんちゃん。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 